犬雑種は、金伊佐夫の武教小説、教格行の主人公。その出生などは謎であり、本名も不明。ただ、母親から犬雑種と呼ばれていたが、これは、人の名前というよりも、抜刀後の一種であるが、世間を知らない彼は長い間、犬雑種を名乗っていた。作中では、後に、石畑隆史、四億刀などの名前をつけてもらっており、中盤以降は、 石場隆を名乗ることが多かった。作中では明らかにされず、姓はもちろん、年齢すら不明。ただ、生まれてすぐ行方不明になった石、清の次男と年齢が大体一致すること、石清らの長男である石場隆と外見的特徴が極めて似ていることから、石清らの次男である石中堅ではないかと思われている。その他、旅の途中で出会った、長さん、李氏らとは、 義兄邸となっている。これは、犬雑種が義兄弟という関係に憧れていたところ、偶然出会った男らと意気統合して、ちぎりを結んだもの。10代の初め頃まで山の中に、引きこもりで母親と、コ郷という名の犬以外と出会うことがなかったため、世間というものを全く知らない。そのため、彼の言動はかなり突飛なものとなっており、各地で事件を引き起こしたり、 また事件に巻き込まれたりする。それでも、母親の機嫌がいい時に物語などを聞かせてくれたため、物語を通しての善悪や、義教心などは把握している。逆に脱散などができないため、明らかに自分では叶なわない相手であっても立ち向かうなど、義教の振る舞いをすることをためらわない。しかし、礼儀や人心の機微には疎く、褒めるつもりが公然と相手をけなしてしまったり、 謙遜するつもりが存在に振る舞ってしまうなどの失敗も多い。また、最大の特徴として、人に物事を依頼するということを極端に嫌がること。これは、母親の教育によるもので、幼少期から絶対に人に物を頼んではならない、と厳しく言い含められたため、これが後に、社員客を大いに悩ませることとなった。山で生活していたが、 母親が失踪してしまったために下山孝子の達人である石、清志、貧夫妻や雪山原の争いに遭遇する。その時偶然から、その本来の持ち主である社員客に、どんな願いも叶えてもらえる、原鉄令を入手し、孝子の貴人社員客に出会う。しかし、犬雑誌は全く願い事を言わないため、社員客を大いに困惑させた。 それでも願いを叶えなければならない社員客は犬雑誌を連れて共に生活することにする。犬雑種は社員客に懐き彼の世話をしながら生活するようになる。一方社員客は願い事を言わない犬雑種を殺すために間違った内向を教える。犬雑種は内向の修行中、長楽方法師と間違えられてさらわれ再び孝行へ。社員客も自身の修行中に 長楽法の使い手に襲われ不覚を取ってしまう。犬雑種は、その法主とは別人だと主張したものの、雰囲気に逆らえず、法主として扱われる。これ以降、長楽法の人間からは、犬雑種と同時期に失踪した法主の名前である、石場隆と呼ばれることになる。この時、社員客に襲わった間違った内向により、瀕死の状態であったが、急症を打たれることにより回復し、 すさまじい内向の使い手となった。行く、当てのない犬雑種はしばらく、長楽法に泊まり、かつて大広人からもらった泥人形に隠されていた、内向の奥義羅漢福魔法の修行をして過ごしていた。長楽法法主、石場隆は、雪山派の門下生であり、総帥の孫娘のあだである、石中玉と同一人物であった。それを突き止めた雪山派の使い手たちは彼を殺そうと、 長楽法に乗り込んでくる。長楽法と雪山派の争いを何とか回避したものの、犬雑種を石場隆と信じる美少女帝当に連れ出され、さらにその祖父、帝父さんに誘拐され、長楽法から離脱した。帝父さんの元から辛くも脱出した犬雑種は、芝場とその孫娘あいに、出会い二人を助ける。この時の犬雑種は巣巻きにされていたため二人からは、血巻きと呼ばれる。 二人は、雪山派送水城自在の妻と孫娘であった。あぬいは、門下生の石中玉に乱暴されそうになり、崖から身を投げた者の親切により、一命を取り留めていた。石中玉と売り二つの要望をした犬雑誌を二人は、警戒するが、全く違う性格のため警戒を解く。またしばは、孫の身投げが、きっかけとなり、石年のうを夫にぶつけ家出をし、運よく、 あの世を見つけ、気晴らしの旅をしていた。しかし、かつて柴場に思いを寄せていた、帝夫さんの弟、帝夫氏に誘拐され、夫氏の住む島まで連れて行かれるところだった。二人を助けたことが縁となり犬雑種は、柴場の編み出した、金羽派に入門。この時名前がないのは、都合が悪いというので、四億苦の名前を授かる。この、死のせいは、柴場からもらったもの。そして、 奥東は、雪山派の白路万剣に対抗し、これより強くなれとの願いを込めてつけられた。それと共に、武芸を、特に雪山派の憲法を破るための東法を、重点的に指導される。アヌイは、犬雑種の世間知らずだが誠実で心根の優しい、様を見て、淡い思いを抱くようになる。島での金魚東法の修行中に、帝府さん、帝府市兄弟と、 雪山派の争いが起こる。雪山派ふりと見た犬雑種は、持ち前の義教心から雪山派に味方し、低兄弟を追い払う。雪山派の面々は彼を置いて立ち去り、芝場とアヌイも去ってしまった。再び一人ぼっちになってしまったものの、気を取り直し気ままな旅に出る。途中、長さん、李氏という二人の使い手と出会い食事を振る舞う。二人は、 強格島からの死者全悪懲罰であった。二人は、核武術の門派の総帥に、足を踏み入れた者が二度と姿を見せないという、強格島からの招待状である同輩を配り、悪行をなす組織を壊滅させ、孔子を震え上がらせている達人であった。二人は、犬雑種の凄まじい内向を見て、視覚と勘違いし、猛毒でもある内向の役種を進め殺そうとする。 ところが痛みに耐えかね、暴れ出した犬雑種のお粗末な武芸を見て、勘違いと悟り、犬雑種の望み通り義兄邸のちぎりを結ぶ。犬雑種は役所を羅漢福魔公で治め、さらに内皇を増大させたが、未熟であったために完全に毒を抑えられず、毒手のひらを身につけてしまった。長三、李氏にも置き去りにされてしまった犬雑種だが、今度は石、清。 貧重夫妻に出会い旅を共にする。夫妻は犬雑種が自分たちの息子で雪山派に預けた石柱玉だと信じ、犬雑種に様々に問いかけ困惑させる。犬雑種も子供の頃の記憶が曖昧なため自分が二人の息子だと信じてしまう。道すがら夫妻は犬雑種に武術の理論、溶血などを教えた。抵当や芝場から 中途半端な武術しか習っていない犬雑種だったが、達人の指導と生来の聡明さにより、すさまじい進歩を遂げた。医師、清敏臨重夫妻や帝都らと共に、長楽法に戻ると、長三、李氏が本物の石中玉を連れて現れる。二人は、京閣島からの招待状である同輩を奉仕に届けに来たのだった。その場で、 犬雑種と石中玉が入れ替わった次第が暴露され、中玉が宝種になったのも、教郭島からの災いを逃れようとして、長楽法が無理やり宝珠の座につけたことと分かってしまう。同輩を受け取ることを拒否する中たまに変わり、長楽法に世話になったことを恩に感じる、犬雑種が同輩を受け取る。そして息子の行いに絶望したいし、清志、貧重夫妻は中玉を連れて、 雪山派の本拠地に旅立つ。その夜、再び帝都に連れ出され、石中玉と入れ替わりになり、石、清氏貧重夫妻と共に、雪山派へ向かうことになる。雪山派では、総帥の城自在が、反狂乱となり、弟子たちに閉じ込められ、総帥の座の奪い合いにより混乱していた。その最中に、柴場とアヌイが舞い戻り一旦は、混乱が収まる。しかし、朝賛、 微子の出現により今度は、総水の座の譲り合いが始まる。それも犬雑種の類ま稀な内向を見て、世紀を取り戻した白自在が、総帥に復帰することにより収まった。ところが次に石中玉と遮塩客が攻撃を仕掛けて、来る。遮塩客はかつて修行中に襲われた恨みを晴らそうと、長楽法を襲ったのだが、その場にいた石中玉を犬雑種と間違え、 雪山派を滅ぼしてほしい。という願いを聞いてしまったために、雪山派に襲いかかったのだった。騙されたことを悟った社員客は中玉を殺そうと、するが、その際とうとう犬雑種が願い事を言う。石中玉を真、ま、人間にしてほしいと、金魚派、雪山派、長楽法の諍いに決着がつくと、京郭島に旅立つ。行ったものは二度と帰って来れないと恐れられた島だが、 そこでは、理博の死教格業に隠された外星の武芸を習得するため、多くの武術家たちが教格業の解読を試みていた。一心不乱に習得を試みる、武術家たちは誰も島から出る気を起こさず、結果教格島の伝説が広まったのであった。犬雑誌は聡明ではあるものの、無知であることが幸いしてこの教格業を身につけ、金伊佐作品仲裁教説が出るほどの使い手に、 成長した。10歳頃まで全く武芸を修行しなかったが、内向に関しては桁違いの強さ。その内力により、犬雑種に触れるだけで一般人なら体に痺れを感じるほど。また、雪山派の手の平門白地在のような一流の武術家から何十発と殴られても犬雑種は強力な内力によって全くダメージを負っておらず。 むしろ素自在の方が体を痛める描写すらある。ただ、外校に関しては、修行を始めたのが10代の半ばを過ぎた頃と比較的に遅かったため、なかなか上達はしなかった。もっとも、犬雑種ほどの内力があれば、大抵の相手には力属で十分に勝利することが可能。金運投法の習得後。 意識良し夫婦から方に関わらない戦い方を学んでからはさらなる目覚ましいほどの上達を遂げる。最終的に、教郭島において、竹林一流の使い手が30年以上かけて達成できなかった武芸をも習得。天下無敵の武芸者となる。ありがとうございます。